それでは皆さん、始まります。よいしょ。 Being in the death spot right now at that 8th position, but pain could be there by the end of this season. はい。 It's unlikely, but they could find themselves there. So, here we go. まずクラブハウスの特徴、さっきも説明したように有益決定であれば、その有益をちゃんとカットしていいから、ポイント詰めれるかっていうのが重要になってきます。今回見ていくのはペインゲーミング対ニップの試合になりますね。まあ、基本的に2ブリーチャーのピックっていうのが流行っています。バースのライオンイン、クラッシュエコーですね。まあ、なんでまあエコーライオンとかバンスするのかっていうと、まあ、あのポイントを有益してるときに、まあ、インで突破されるのが嫌うっていうのと、あとまあエコーはまあすみません、クラッシュっていうのは途中上がりっていうのはされるの嫌なんで、今のクラブハウスってガレージコビアから階段ができちゃって地下から上がってくるっていう要求ができるんで、それを嫌っての、まあ、クラッシュ版かなっていうのと、あとニップ側が前回そのリキッド戦でクラッシュは結構活躍してたんで、クラッシュ使うと嫌だなっていうので、まあ、バンセルトかなと思います。はい、まず、選ばれたのはベッドルーム側です。ベッドルーム側を攻める起点として一つは、キング側、キング側のこのエリアっていうのを、まあ、確保して、でここからなだれ込んで、ここからとあとこの窓からみたいな感じで、まあ、ここで設置するっていう、もしくはこっちで8していて、この辺で設置するっていうのがオーソドックスな攻め方のようになります。ただその時に重要になってくるのが、これですか。ここ大体3枚補強して、ここも3枚補強してるんで、この上ってインパクトグレード持ち付きできるんですよ。ですから、ここ終わるときに、うまいタイミングで現在のピックですと、まあ、ジャッカルとかスイッチとかが、こうやって入っていって、こう、排除してほしいんですけど、ここ穴開けておくと、こういう車線が通るんで、カバー結構しやすいんですよ。ですから、ここを取るために今グラズとか、インとかっていうのを結構使ってるんですけど、こういう車線に対してどういうその、まあ見方していくのかなっていうのは気になってきますね。今回は監視室の方まで広げてますね。ニップ側は結構広い守りを展開していると思います。クラブハウスのバンについてなんですけど、まあ、今回割り食を2枚3枚ずつと火花をピックしているから分かるように、割り食がいると結構優位に運ぶような、まあ、攻めやすいようなマップになるんですよ。ですから割り食ずつバンされると、例えばインパクトグレードの持つ気が通っちゃったり、まあ、割れて欲しくないところが割れちゃったりという、防衛側からするとかなり嫌なような割れ方しちゃうんで、まあ、割り食のバンっていうのもありだと思います。実際に結構多いですからね。ブラジルの試合を見ると敗戦しすぎてあれなんですけど、で今回ペインゲーミングは一人だけ、この今屋上にいるジャッカルですね。ジャッカルが上のハッチャー来たりしていって、あとは基本的にガレージから攻めようとしてますね。それに対してフリー遊撃の最高のバンデットが下にいて、家側が金庫にいる、金庫監視室にいるかなっていう動きですね。まあ、どれだけ時間稼げるかっていうところも結構注目できると思います。で神風のマエストロが、まあ、ポイント重要、神風ワグが2ポイントですね。ただもうこれ家が監視からは引いてますね。ここが入りっていうのはこうやって家が見られると結構厳しいんで、まあ、あと最初にドローン構っておいて時間稼いだ状態でこうやって引いていくっていうのは、まあ、戦法ではあると思うんですけど、早いタイミングでこうクリアリングされた場合、この最古のバンディットの途中上がりとか、まあ、裏取る動きっていうのは結構非常に大事になってくるんで、まあ、いつタイミングかっていうのも大事になってきます。そうですね、これ最高の今、いい
リテイクしましたね。この機会大事になってきます。今回ロックがいなかったのがやっぱり範囲ですよね。でここを割るためにサッチャーとサーマイトで割っていき、アイダベアからスレッジ。ただもう最後の動きはバンディットの動きは終えてないんで、空いたところをカバーいないんでピークしていって勝つ。まあ、こうやってくると W 側2枚が空いちゃうと防衛側からときついんで、まあ、どこかでピークしていかなきゃいけないんで、まあ、こういう動きが大事になってきます。また最後のこのフリー行きが刺さってますね。まあ、ペインゲーミングは結構その攻めのプランっていうのがそうですね、こうやってバラバラに動けちゃってるんで、まあ、ニップ側からしても結構対応しやすいような動きをしちゃってるんで、一つロックを入れるとかちょっと固まっていくとか、そのいう切り替えをしないと、例えばのフリー勇気の最後のバンイットにどん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 変わっていったんで、それが問題かなという思いますね。エイムは全然強いんですけどね、メインゲーミング側も。で今回、ポイントを地下にしました。まあ、攻撃側のピックはあんまり変わってないですね。防衛側はまあ PCD がバリキリ入ったぐらいで大きくは変わってないですね。O6 ピックバニットからバニットに変わったんやっけみたいな感じになってましたね。で、地下の防衛としてミラが入っている場合っていうのは基本的にここのミラを張って、まあ、こうメイン階段側とかこの派手のバイク側に向かって車線を通していることが多いです。でさらに、ガレージロングから以前のその昔のクラブハウスでも見られたんですけど、ここにミラーを張ってこういう車線を通していることも多いです。でここ穴開けてハッチを置いた時にこういうカバーができるとか、そういうのが多いですね。まあ、武器を攻める場合だと、まあ、基本的に攻撃側からすれば、ここに一人車線こう通す、もしくはこういう人がいて、で、戻った。ちょっとごめんね。ちょっと待ってね。よいしょ。で、ちょっとすいません。こういう車線を通してる人と、あとは、まあ、行動から行って、ここにいる敵を排除する人か、またハッチを降りる人の、まあ、3パターンに分かれることが多いです。まあ、1人ここロックしてね、まあ、行く人が多いです。ただ、階段攻めの場合は、1人がこうロックして、もう1人がバイク側からこの祭壇側に対してロックして、ここを割って、ここから入っていて、ここか、ここで設置する。1人こっちからロックで。っていうことが多いですね。で、防衛側のアクションとしては、2階に遊撃を、まあ、バルキリーとか、この中だと、まあ、バンディットもいいかな。バンディットもこの3人の誰かが行って、まあ、時間稼いで、構われなかったら裏から取っていくっていう動きが重要になってきます。ミラー基本的にはこう張るっていう、まあ、かなっては思うんですけど。はい、じゃあ続けていきましょう。よいしょ。You could have brought a Valkyrie. The shield didn't really do anything because you're not trying to trick. It was just kind of a confusing. 結構面白い車線通してますね。今あそこの上開けたのは、ここからこう車線通すっていう狙いがあると思います。メイン階段の 2.5 ですね。勇気を得なくなったときはもう諦めてポイントに行くときと、まあ、あと帰ってくるルートロックを置いて、あとはもうポイントに詰めるっていう2パターンがあると思います。そうですね、ジュリオがさっき説明したようにここの正面とも見えるミラーと、あとまあここのロング見えるミラーを貼ってますね。ワグが結構広めに穴を開けてますね、2階で。こうなってくると順々に割っていくのは結構難しいですよ。
ペンギーミング側は今のところ2階には構ってないですかね。まあ、2階に上がったかどうかっていうのは階段の戻りより見ればわかるんで、もしかしたら見てたのかもしれないですね。まあ、行動に1人ワグが入ってますね。神風が一人で2階にロック入ってます。それに対してこれは一人ロック入ってますね。これグレー行きますか。うまく行きましたね。今インパクトグレード開いたんですが、スポーンですよ。ドローンが発見してはないようですね。ただ GCR は気づいてます。ライブドローンと行くんですか。さあここ打ち合いです。負けと厳しい。ああ、神風がうまく耐えましたね。こうなってくると神風のリージョンっていうのを追うための第2陣っていうのに、まあ、9XT が言ってるんですけど、まあ、サーマイと1人だと厳しくなってきますね。もう FK1 か 9XT のサーマイと火花が後ろ詰めていって、まあ、2-1 トレードっていうのをしたかったですね。もっといいのはスレッジが 1-1 で勝つことだったんですけど、あとギミックも多いですからね。はい、これで残り1分の段階で有益は排除することができましたが、結構時間使っちゃってます。はい、この段階でまだサイコのナイトクラブのバンディットに切れてないです。これが誰も切れてないですね。あ、今 9XT が気づきました。これはいい動きです。さあこれで完全に有益が切れました。さあこのタイミングからポイントに詰めるんですが、まあ、スモーク持ちオペレーターのスポーンスが、まあ、ジャッカルがどのようにスモークを耐えて詰めるかっていう最後のプランが必要になってきます。一つはブリコのイーストロングに向かって、木を焚いて、まあ、差し伸びてハッチドロップとメイン化が詰めていくパターンと、メイン化からロングに焚いて最大に詰めていくパターンと、まあ、いろいろあると思いますが、今回どのような判断をするんでしょうか。基本的なブリコですかね、これは。さあ、これ降りたのは、まあ、木晴れて、ハッチドロップ全部ワグに変わられてしまったという。終わり方でしたね。まあ、一人はこの木体で、ここ、今いるんですけど、ここの辺りに焚きたかったですね。ここの辺りに焚いて、ハッチドロップして、こっち設置したかったですよね。ここと、あとここですよね。ここ欲しかったですね。ここあるんですけど、ここのイーストロングに向かって欲しかったですね。ダブル側に突き下げ入ってコブレなんか打ったときは、まあ行動かイースト側に行くのが一番いいと思いますが、まあ、動けなくなったんであれば、まあ、上と打ち合って勝つっていうのも一つの手だと思います。下から上って結構見やすいんで、あの場所はもちろん左遷には気をつけてほしいんですけど、はい、第3マップ、CCDB とキャッシュルーム、武器庫室と監視室ですね。金庫室監視室ですね。はい、この車線なんですけど、まず攻撃側からすると、一つがここを割って、でこういう感じの、まあ、車線とか、まあ、木とか使ってここで設置する、ここですね、これ設置の仕方、あ、ここの6階ですね。と、もう一つが、こっちから行って、ここ割って、で、ここに対して木もしくは車線通して、こう走っていって、でこの辺りで設置する2パターンがあると思います。で防衛側からすると重要になってくるのは、1つがガレージで、2つ目が倉庫、倉庫、この1階に当たる倉庫ですね。こう2階2つっていうのが結構重要になってくるんで、ここに対してどう守るのかっていうので、一つがここの小部屋から車線通して守る守り方と、まあ、不利益でバーあたりを回遊する守り方と、
まあ、2つあります。ガレージ側は基本的にガレージの上に1人置いとけば結構時間稼いでくれるんで、ゴリラガスはそのガレージの一番上を排除するのにどれぐらい時間かかんないかっていうのも問題になってくると思います。Yeah, Kamikaze definitely a big part of that. Psycho as well. As much as he didn't actually manage to get any kills, he did distract and delay for a decent amount of time. And that's the important thing. And that's how Nip managed. 結構クラブハウスは面白いマップになってますよね。Well, that's what that bomb site's all about, right? Of all the bomb sites especially, it's just about turtling down there most time, but the two roamers absolutely making that turtle much more effective. Yeah. So...Into some pajamas. He's now going to go to the third bomb site after being successful on both gym and the basement. They have to go somewhere different. The only site that we don't really see played with any reliability is the bar. ブラジルのチームは珍しいミラ貼ってますよね。今イーストのロングにミラ貼ってましたね。まあ、この盾は W 側の窓からガレージの上は見られないためですけど。結構珍しいミラーですよね、これ。グレートゾフィアで結構持ちつきっていうのは難しいんですけどね、ここ。で、ガレージ、まあ、ここ結構強いんですよね。今、ガレージの上2人置いてます。イーガーと、マエストロですか。で、マエストロのカメラで敵の位置を確認して、仮に目たかれても、ここ、ここってピンした状態でイーガーを抜いていくような、そんな動きが見られると思います。あとから割っていく、こうやって。ちょっと 9XT がのサーマイトがいる場所が悪かったですね。ガレージの今2枚が割れました。これでガレージから監視室に戻るところっていうのは車線が通ってます。しかしこれ神風がドローン見てどんどんピークしてますね。早めにここを割るためにゾフィアとかまあグレ持ちで W 側から圧力をかけてまあサッチャとかをピックしてこのバリケードを割った状態で、ショックワイヤーを壊した状態で早めに割ってしまってガレージとの分断をしてからガレージから攻めてもよかったかもしれないですね。あとは倉庫から下からバッカー突き上げてきても結構嫌だと思います。あとはサーマイトと火花がいると片方落ちても片方割り食が残ってるんで全然攻めれるっていうのもあると思うんですけどね。利点として、さあ下は取れたんですがガレージがまだ取れてないですね。このマエストロどんどん金庫階段ずっと見てるんでいけないですね。こうなってくるともう攻撃側はなすすべがないんですけど、ガレージに対する圧力として、例えばカピタのヒアを打って、あの上から追い出していって、追い出したところをロックしていって、勝っていくっていう動きとか、そういう早めのまあ排除っていうそのプランっていうのがあまりペンギン側には見られなかったですね。どちらかといえば、そのガジェットはあんまり使わずに、この AM で勝っていくような、そんな戦い方が見られます。でも W のイーストか、イーストのこの2枚から飛び出ましたね。パーフェクトラウンドしましたね。攻め側がちょっと、なんだろう、打ち合いでどっか勝つみたいな、そんな攻め方してるんで、結構、まあ、悪い例ですよね。こうやって言うと、クラブハウスは勝てないんだっていう悪い例です。Even if they do get shut down, the level of talent on Nip, it could be anyone who to step in and fill those. 相手の攻撃陣人数が減っちゃうと攻撃側の話ですか？攻撃側は金庫とあと割るポイント詰める段階とまあ2つに分けて、あとは下から行くまあフリーみたいなのも合わせていく攻め方も結構あると思います。防衛側の話はまあガレージとかまあ倉庫とかを守るためにまあフリー域とかを出すのもありだと思いますね。攻撃だと本当にガレージを取るプランで、ガレージを取るのに必要なのってカピタオプラスロックなんですよ。で2枚のところを割るためには割り人、まあ、火花とかサーマイト、あとまあカピタオと、まあ、ゾフィアでもいいんですけどがあると思います。ログだと、地下階段からガレージの地下階段から行って、あそこから上にグリ投げてましたね。
あとはポイントに圧力かける人もいないと、あのポイントがどん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 ガレージに寄ってきちゃうんで、そういうロックも必要だと思います。まあ、悪い例の紹介っていう感じの試合なんで、まあ、どれがいい例かっていうのはちょっとこの試合からあんま見にくいですよね。さあ2回目の金、ベッドルームの攻撃になります。今回デボルツが、サッチャーからツイッチかな、変わってますね。均衡が早い段階で取ってますね。先ほどは裏側から絡られてたんで、先ほどの車線ですかね、今位置的にこういう車線かベッド側からのこういう車線か通ってましたね。今Unfortunately, GCR has not had a good track record with his entries as well. I mean, he's still alive at the moment, but it's just not been working out very well. At least some map control in their favor, though. And they are. これでまたここビリビリは今ないかな。ただミュートがあって割れないですね。今サッチャーいないんで、ここでまた攻め上げてます。スイッチのね食ゾーンだとサッチャーはミュートは乗り越えないんで。まあちょっと迷ってますね、これ今。割りに行くっつっても、まあ割れるはずがないんで。こうなってくると攻め方変えて、先ほど説明したように、金庫側からの圧力を多くして、窓側と金庫側から行って、プッシュ、挟んだ状態で、まあここも、間も割っていいんで、どんどん割っていって、車線をなくした状態で、最後、まあベッドルームに行こうっていうのが一番いいんですけど、今攻め上げてますね、これ。早くこれ GCR も、マエストロ壊したらいいんですけど、壊してないですね。家がないと確認して、あのマエストロを早めに壊したいんですけど、マエストロとか盾とかそういう攻める段階で自分たちの障害になるようなものっていうのは早めにカットしていかないと、後々この盾とかよりもマエストロの方が結果的には結構めんどくさいんですよ。ですから早めにこういうのを排除していかないと、最後の攻撃時にマエストロあるから全部設置できへんやんってなって倒されているパターンをよく見るんで、皆さんもぜひ攻撃するときはこういう相手のガジェットだったりとか盾とかってあったりってのを早めに排除した方が絶対に強いんでやってくださいね。もう無理だ、あとはエイムしかないっつって負けてますよね。いわゆる悪い例です。もうサッチャーいないから、W 側か割れない、そしてマエストロあるから見られている、どうしてたらいいか分からない、エイムで勝負しよう、エイムで負けたみたいになってますからね。こういう動きをすると、まあ、クラバースにかかわらず他のマップでもそうですけど結構攻めあぐねちゃうんで、もう自分たちがするために邪魔になるものは相手のドローンとか回して、まあ、マエストロだったり盾とかっていうのを早めにそのソフトブリーチャー系が壊してあげるのが一番いいです。優先順位からすれば鉄線っていうのに壊すため の, そのブリーチャーっていうのが結構後回しで全然構わないんで、とりあえず壊しましょうって感じですね。でもマエストロの最後の、まあ、爪めんどくさいしジェッカル使ってねえやつって今ドッケビ入ってますね。これ地下です。で、スポーンズがのは、スレッジだと、自信あるか。とりあえず、どっから勝つためにアッシュとかをピックしてますね。まあ、あと、鳴らしてあげれば、電話鳴らしてあげればめんどくさいんで、そういう感じでピックして、うわそういう感じでピックしてますね。
進行を気づかせないためにあえてカメラを壊さない作戦はあるもんなんですか。例えば、固定カメラっていうのが光ってないと見てないんで、そういう感じで無視するのはあると思うんですけど、マエストロっていうのは仮に壊さなくてもプラッと来るタイミングとかっていう見られちゃうんで、ファーって来るとマエストロっていうのを早めに壊した方がいいと思います。そう、エイムだけじゃ勝てないのがシージのいいところです。もうペインゲーミングの人たちエイムはめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、こういういわゆるなんかを壊していって順々にクリアリングしていって最後ゴーっていうのは特に得意にはしてないような感じですよね。まあ、6インビテーションの時のオベイ戦でもそうでしたけど、あの時は CLG か。サッチャーラ版もありっちゃあると思います。ミュート入ってるので結構めんどくさいんで、実際オレゴンとかサッチャーバーンするチームも多々ありますよ。おい、ロックですね。リブがクリアリングされたということを早く回して報告していて、 GCR が行きたいんですけど、ドローンが回ってない。ドローンの回し方がさっきより雑になってますよね。まあ、分からなくもないんですけど、ゼロになると何か変えたいってなって、自分たちのそのいつもの通りの動きっていうのができなくなっちゃうんですけど、まあ、その中でも自分たちがいつもやってたようなそのドローン回しだったりっていうのはやっぱり大切にしていきたいですよね。近攻めの時に上全部取ってしまったセットプレー入る段階、理想的な残り時間、 V コ攻めるのであれば、まあ、行動行って弁解行って V コの上に到達した状態で残り30秒ぐらいあれば全然間に合います。最短攻めるのであれば近い段階残り1分とかが理想的ですかね。これから6中段階でカットできましたね。さらにこれ、まあ、V コ攻めに対しては全然理想的な時間ですね。ジムフェーズのドローンの配置はチームメイトと決めておくっていうか、あのドローンの分け位置って固定できないから、ある程度この辺に入れといてほしいなって言って、じゃあ僕入れるわ俺入れるわって感じで自分自発的に入れるのが大事になってきます。ただドライブドローンで回していく人に関してはドローンを大切に最初はしておくことが多いですね。固定して完全には決めれないと思います。脇場所はランダムなんで。これはいい形で攻めてますね。2回排除してから次の有益を排除して最後のポイントを詰めるまでに今1分半ぐらいあったんで、それだけあれば十分ですよね。こういう攻めを最初からやりたかったんですけど、まあ、防衛側のリージョンがうまく1キル取ったっていうのがその前の地下攻めの時のラウンドで大きかったですね。まあ、チームの方針にもよるんですけど、まあ、有益がカットがうまいチームに対しては初めからポイントにこもっている場合もありますし、G2 だと、2人有益出してて途中上がりの中間色を置いてて、中間色がポイント下がれとか上がれとか判断をして上がっていくとか、まあ、そういう布陣もしていると思います。が本当にそれはチーム色で、例えばクラブハウス強いチームだと、モキとかモキットとかあるんですけど、そういうチームは有益1人かな、それ以外だと途中上がりみたいな、そういうスタイルをしていると思います。ドローンの脇場所も自分の脇場所と同じようにしてほしいですよね。ショックドローンの運河の屋上で湧くとかもね、絶望だからね。ニップジャマス側は、まあ、グラズとカピタルの木2ですね。割り食はやっぱり2人入ってますね。
I'm sure it's a tool that Nip are going to try to use the best of their ability in this round. Or, you know, push him from Moto. Honestly, you can't really go wrong. Yep. Glass pushing into the basement, he's got a lot of options. Well, the nice thing as well is they brought the Capitat with him. That's going to give him the ability to, regardless of any kind of Jaeger play, be able to get those smokes down. And so let's say the pressure comes down to the end, they still have them both left alive and haven't burned down. なんかこのシージっていうのは、あの初めてその例えば世界とかそういうアジアの国際的な舞台を経験するまでは、自分たちの考え方が結構合ってると思っちゃってたんですけど、実際に世界とか経験していくと、なんか全然違うなっていうその考え方とか、連携の仕方っていうのを感じ取ることができるんで、そういうのをだんだんその伝えていったオーストラリアとか、まあ、日本のチームっていうのは、まあそこ、力的にもアップしてますよね。今はノア連合とか、まあ、僕らの元々のアインスのメンバーとかが戦国ゲーミングとか、地の戦国家とかに行ってて、まあ、そういうのが中心になって、世界の経験、アジアの経験っていうのを伝えてて、まあ、このようにした方が絶対強くなるよっていうのを伝えてて、で地域のレベルアップっていうのを図れていると思うんですよね。やっぱり誰かがそうやって自分たちの経験を伝えていかないと、地域間のレベルアップっていうのはできないと思うんですよ。あの一番ダメなのが、その地域圧倒的な力で1位ずっと君臨していると、あもうこのチームに勝てないや、もう諦めようってなっちゃう可能性があるんで、そういったバランサー的意味では、まあ、戦力は分散した方が面白いですよね、見る方からしても。しかもその一強になってくると、練習相手っていうのに自分たちと同じレベルの相手っていうのがなくなっちゃって、で結果として地域のレベルの衰退を引き起こすんですよね。CS のシルバー帯がプロリーグみたいな高レベルの戦術勉強するために最初にすべきことは何ですか？そうですね、まず射線ですね。どうやってこの時にここを見ているのか、またどういうタイミングで途中上がりしているのか、有益の時にピーク性かっていうのは、そのタイミングをつかむ練習っていうのはした方がいいと思いますし、そういうタイミングをつかむ練習っていうのは誰でもできると思うんで、エブ練習とかよりそういうのを大事にした方がいいかもしれないですね。僕自身は目標はもう達成してるんで、イヤー1の最初のアインスとしての目標を達成したんでね、グラズが突破されて、祭壇から以降にもこのマエストロに蹂躙されているって感じですね。いいカバーしてます。 CV3 祭壇のこのマエストロが突破できずにやられちゃってますね。早めにこのヒアを打ちたかった。ボルト goes down. GCR still in play, having been picked up by his teammate. You can see that Julio wants this A so bad he can taste it, but it's not going to be enough to taste it. Nice try. Follow it through. Spawns will say no. Pain take the round and they're second in this match.Unfortunately, that was Ninja's Pajamas round to lose. They had time advantage. They had man advantage. Well, not man advantage, rather. I mean, they had. 最大攻め3枚どっか割れるときついですね。あそこの持ち付きも退治するのって、あの上からグレート押すのって結構難易度高いんですよね。練習しないといけないですし。That was really where the dominoes started to fall. I mean, outside of Julio's plays just managing to barely work out, nothing they were doing was working after that.I mean, the double play of the bandit and the maestro hanging out behind the bar, that was an interesting strategy because you don't usually see a double down like that, and that actually could have paid off for Julio had he been able to hit the fire at just the right spot to down both of them and take them out. But in the end, he didn't. マーベリック入りましたね。マーベリックで祭壇3枚を最悪開けれるっていうのと、まあ上だから外につながっているところっていうのをミュートとか、バンとか無視してマーベリック呼ばれる、まあサッチャーの代わりになりますよね。Hello, Hedy. More often backfiring on himself. We will see instead of a double hard feature with the thermite and Havana. This time a thermite and a. 今のは祭壇の3枚にいたマエストロとバンディットを止める、排除することができなかったから守れなかった、攻撃取れなかったっていうのと、ブルー側を早く排除してでカピタンのヒアとかで援護してあげたかったんですよね。
should be fairly easy to take out. Is it's going to be exactly between the two walls? You know exactly where it's at. You don't have to try and guess and open up a ton of holes. So should, in theory, be easy for Wag to get that wall open. I'd say Maverick's going to be useful no matter which site he goes to on this map. You know, if you really look at the basement, he can solo his way into the construction and tunnel on this site. そうですね、2回攻めマーベリックだと結構めんどくさいですよね。まあだからマーベリックの番っていうのも結構プロリーグでは見られます。僕たちも結構番せるんでマーベリックを。ただ練習するタイミングで最初は番っていうのを僕たちはあんまり固定していなくて、なぜかというと固定番しちゃうと相手の強みっていうオペーターを番できなくなってしまうんで、基本的には番を固定せず、プロリーグの、まあ、試合前に対して相手のことを分析して、このチームにはこれをバンした方がいい。で、自分たちの攻め方でこのオペーターがめちゃくちゃめんどくさいんであれば、このオペーターをバンする。まあ、そういった動きをしてますね。で、今回ニップ側は、ウエストの攻めて、ウエストから、これは筋トレですかね。筋トレルームの方を攻めようとしてます。で、壊してサーマイトで。まあ、割っていく基本的なマーベリックとサーマイトの使い方ですよね。はい。で、ダブル側が空いたので、ここからメイン階段、あと金、物流、2線通した状態で、こうやって今、もっと入ってますね、もうポイントまで。こうやってベッドまで、バスルームまで入ってるんで、もう敵は動けないです。でも、火で焼かれて出てきてる、出ていきたいんですが、今、カバーもうまく入ってないですね、これ。ニトロやってるんですけど、あんまり意味はなく、まあ、このベッドルームっていうのはもうどうしようもなかったですね。もう今、カバーに来たんですけど、もう耐えかれていてどうしようもない状況。というところでイースト側が行くんですけど、イースト側っていうのがメイン階段っていうのはもうこれゾフィアロックされてます。ゾフィアが最後カットしてうまく攻めたって感じですね。バスルームに誰もいなかったっていうのは結構問題だったんですけど、筋トレ外の2枚はイングレモスキー、昔はできたんですけど修正パッチが当たってできなくなってます。まあ、なぜバスルームにいなかったのかっていうちょっと疑問があるんですけど、はい、最後1回のバー選択しましたね、これペインゲーミング側が。でジュリオの木持ちがモンターニュ、これはうまくカウンター刺さってますね、これは。弱点が結構ありますよね、あの守り方に対して。筋トレ構われてないですし、その筋骨構われてないから早めに下がってきてほしかったですよね、あの2人が。あ、一応ちょっとこのやつが消えたら話しましょうか。バー走行に対して消えないですね、全然。バー走行は、昔ながらにこの B ガードストから木体ってここでマウンターンで設置する動きと、あと今ここハッチあるんで、この上ハッチから見ればここの敵っていうのを排除できるんで、それか、まあ、ビリヤードから行ってもいいんですけど、ビリヤードから行くならメイン階段1人ロックと、ビリヤード側の2枚、割って、でその割ったところからカウンターまで走っていて設置とか、そういうのがあると思います。うぜえな、これバーをメインで守るっていうよりは、まあ、サブ的なもんで守ってあげると、意外と練習回数って少ないんで、この場所に対して結構刺さってくる可能性もあるとは思いますね。お、棒が壊れへんって言ってね。多分昔からあるチームのメンバーなんで、ニップとかは、まあ攻め方も多分分かってると思いますけどね。
that really worthwhile to make this happen? Because, I mean, there's plenty of ways you can roam on Clubhouse here now in the current situation. You do want to be roaming upstairs to be able to cover from above, but it's going to be pretty predictable. And of course, the signal jam being showing up on the drone is going to make it pretty obvious what you're very likely to be doing, because you're not really going to be hanging out in bars vigil. No, it's not an ideal scenario as an operator who prides himself on being a roamer. You want to be able to be a roamer. Yeah, he could be downstairs, I guess. Yeah, 今これマエストロ壊しましたかね。壊すの早いですね。これ重量がもう倉庫入ってますね。これになってくると、相手はどんどんこれバー、ガレージカウンス戦です。ガレージカウンス戦通ると、バーの、よいしょ。ここ割ると、こういう車線が通ってしまって、今の 9XT のこのスモークあたりまで車線が通ってしまうんで、結構厳しいことになります。モンターニュをこうして設置したいんで、本当にここマエストロの防弾カメラとかあるんで、こういう車線で枯れるんですけど、モンターニュの後ろだと意味ないですね。スモークが頑張ってここで耐えてほしかったんですけど、今誰も走行いない状況になってくるんで、あとは車線通して、まあ、ジュリオが目タックタイミングを伺って、まあ、あとここから一人入っていくのもいいんですけど、後ろで設置する、まあ、簡単な攻め方になります。バーにうまいこと入りましたね。今 PGD がうまくスモークに対して上から車線を通してますね。でスモークが今かかれてしまいました。で上2でロックしてます。でここで神風が間の山をロックしてます。で上リテイクした段階の最後は2でカットします。でこうやってこうと後ろで設置する、まあ、設置っていうのは結構簡単になってきます。変なピークさえしなければ十分ですね。で最後 PGD のロックによって捕まって、まあ、ニップゲーミング側がうまくラウンドを取って勝っていたという試合になりました。まあ、結果的に総評するならば、ペインゲーミング側がそのクラブハウスに対してうまいその作戦戦略っていうのを立てられてなかったのが大きかったのかなと思います。対してニップゲーミング側は攻撃に対するプランニングっていうのをうまくされてて、まあ、途中負けてしまったんですけど、まあ、防衛側もうまく相手が嫌がることをどんどんしていったという感じですね。ですからそのペインゲーミング側は早くそのマエストロだったりその妨害オペレーターとか妨害するガジェットっていうのを早めに壊したかったです。以上です。こんな感じでもう CL 始まるんで僕もちょっと見に行きましょうかね。で皆さん今日もご視聴ありがとうございました。またやることがあるんで、まあ、見てほしい試合とかあれば、日本の試合以外であればやるんでよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。